地方プレミア首位のリバプール3 TA アーノルドの負傷離脱が確定してしまう。リバプールが公式 SNS で次のように投稿、トレント・アレクサンダー・アーノルドが膝の負傷により数週間離脱することになるとアシスタントマネージャーのペピン・ラインダースが認めた。アーノルド怪我はきつすぎてわろた。アーノルド怪我みたいだけど1月はリーグ戦あと1試合しかないのが不幸中の幸いかな。とはいえカップ戦もしっかり勝ってほしいところ。今度はマルティネッリがアーノルド怪我させたのか。アーセナルの両翼は相手怪我させたら点入ると思ってる可能性ある。ここでアーノルド離脱は痛いな。遠藤いたら遠藤の右 SD も見てみたかった。アーノルドの離脱でゴメスの価値がまた上がる。チミカスが復帰したら右かな。アーノルドいないのは罪だわ。そぼスライサラー。アーノルドいないと点に繋がりそうなのがジョタしかおらん。アーノルド不在で欠けてしまう創造性はチームで一番の高級トリキアゴさんが活躍するフラグだな。遠藤いれば SD に回せたのにな。